普通の女子高生が、ロコドル、やってみた。は、小杉幸太郎による日本の4コマ漫画作品。漫画4コマパレット2011年10月号から12月号まで、ゲスト掲載された後、2012年4月号より、連載中。話数のカウントは、0レステージ。2014年にテレビアニメ化され、7月から9月に、かけて、TBS テレビタにて放送された。 表題は、第3巻21ページ、大田企画案より、オープニングの最後に登場する、ルカワ市役所のモデルである、流山市役所第1話に登場する、ルカワ大橋の森、SC のモデルである、流山大高の森、SC2014 年7月から同年9月にかけて、全12話が放送された。タイトルは、原作と同じだが、ロゴは、ローケドルと大きく描かれている。 原作と同様に、千葉県流山市をモデルとした風景や建物が登場する。2014年8月9日に開催された TBS アニメフェスタ2014のスペシャルステージにはメイン担当声優9人が登壇し、最新 PV の公開やトーク、うおごころくんの着ぐるみとのライブなどを行った。BD&DVD 第一巻収録の 第13話は2015年4月5日1時30分2時に BSTBS で同年9月18日1時30分2時には TBS チャンネル2でそれぞれ放送された。2015年6月には新作 OVA の制作が発表された。同年9月のイベントではこの新作 OVA が前には構成テレビシリーズの後日談であること同年末に TBSBSTBS で放送予定であることなどが追加発表され、同年12月25日には OVA クリスマススペシャルみんなでお祝いしてみたが放送された。2016年12月21日にはテレビシリーズ全12話と OVA を収録した b d ボックスが発売された。原作第30話以降を除く単行本第3巻までの内容が アニメ化された。当初、アニメジナリオ作業が開始した時点で、原作のストックは、単行本第1巻と、連載中のエピソードが、単行本第2巻相当での中盤、名付かる未来初登場時までしかなく、基本的にその先のストーリー構成はオリジナルである。ただし、制作中に投入可能と判断した、原作エピソードは、後から加えられた。 監督の名はとシリーズ構成、アヤナは、アニメ版のエピローグに際して、7個の成長を見せるため、全国のロコドルが集結するイベントを考え、これがロコドルフェスタになったが、原作者の小杉も、同じ発想でロコドルサミットを構想しており、これは偶然の一致である。アヤナは、ルカワガールズとの対比として、アワニガールズを構想した。公式設定ではないが、 デビューの経緯やメンバーの推移、登場しない旧メンバーの設定まで行っている。なお、この時点で原作にグラスキュートは登場していなかったが、原作への登場後には、アヤナの意向で、急遽アニメにも登場した。ただし、日立ちきたまこの原作登場時には、すべてのシナリオが脱行しており、登場は叶なわなかった。大まかなストーリー展開は原作に準じているが、変更もあり、 七子のロコドル初仕事は改装された市営プールのリニューアルイベントでのステージショーで一般客としてそのプールに行きたがった七子が新しい水着を買おうとアルバイトをしたいと親に相談するも許可がおりず代わりにおじの水着からアルバイトとして現地入りするよう言いくるめられたという経緯になっている単行本に収録されていてもアニメ化されなかったエピソードもあり 蓮ンとユイが親子に間違われたために、リュウさん女子の制服で通勤することになった話はカットされ、アニメでの七子たちはほぼ私服で、市役所やテレビ局を往来している。最大の変更点は、作中での経過時間で、原作、アニメのいずれも七子がロコドルを始めた時期から始まっているが、これを4月とすると、原作、第29話、 ロコドルサミット本番が11月末か12月、初旬なので約8ヶ月なのに対し、アニメ第12話、ロコドルフェスタ当日は8月中と約5ヶ月に短縮されている。このため、各エピソードが全体的に早まっており、大きなイベントを挙げれば、ゆるキャラ大運動会は、竜産女子の衣替え前、上記あらす筋での表現なら1年目、春に繰り上げられ、 この直後に未来が加入。単行本第2巻が半ばまで終わったアニメ第9話で衣替え。原作でのロコドルサミットに相当するロコドルフェスタは常日のように夏に開催されている。また単行本第3巻に相当する部分はグラスキュートが登場したこととルカワガールズが優勝できなかったことを除きオリジナルエピソードとなっている。 アニメオリジナルのロコドル・アワ・ニ・ガールズがアニメ終盤の順主役として登場したため、グラス・キュートとの絡みは減少し、北チキ・タマコは完全にカットされた。なお、BD ・ DVD 第一巻収録の OVA は時系列的にはテレビシリーズの後日談となっている。監督の名はが、7子の普通の女子高生の部分をより強調すべく、 七子の交友関係を描写するために配置したのが、野田ガラス、柏葉さつき、水本美里の三人である。野田、さつきに相当するキャラクターはすでに原作第4話に登場していたが、この時点では名もなき友人であった。そこに、キャラクターのバランスを考えて三人組を構想した、彩やが原作に見切れていた、いい感じのポニーテールを加えて、 原作者の小杉に詳細なキャラクター設定と名付けを依頼し完成したのがこの3人である。それ以降、原作においてもこの3人は重要性を増し、改めて名乗りを入れるとともに登場回数も大幅に増えている。アワリガールズについては BD、DVD の付録において、 小杉による4コマ漫画に描かれたことはあったが、後に登場した豊かしき空がロコドルを目指したきっかけとして、正式に原作の世界観に加えられた。本作はアフレコ字に色付きで絵が、ほぼ完成しており、コンテ取りや原画取りではなかったことが、BD 第3巻のオーディオコメンタリーで語られている。シリーズ構成のアヤナは、本作のシナリオ発注にあたり、アイドルものに定評のある。 高橋達也に声をかけたところ、ちょうど彼もアイドルものの企画を受けており、綾やがそちらを手伝う交換条件でシナリオを受け負った。この時期に高橋がシリーズ構成を担当し、綾やも参加しているアイドルものということから、この作品はアイドルマスターシンデレラガールズであることが伺える。シナリオの村上桃子は、かつて芸能プロダクションで、 アイドルのマネージャーをしていた経験を持つ PDDVDCD 書籍 YouTube の TBS 公式チャンネルにて配信されている PR 番組2014年5月9日に第霊回が配信された後同年5月30日より6月27日まで各週金曜日に配信全3回出演は伊藤美久と三沢幸香七月四日からは新 ルカは指揮チャンネル、伊藤ミ久クが宣伝本部長、やってみた。にリニューアルし、10月3日まで毎週金曜日に配信された。全14回。出演は伊藤一人のみに変更されている。ありがとうございます。